ボンさんなんかイラついてますね、今日。イラついてないですよ、全然。どうしたんすか、バタバタ。やめ、イラついてるとかやめてくださいよ。やめ、イラついてる、イラついてるわけでしょ。いや、なんか、鼻息荒い、鼻息荒いなと思って。どうしたんすか、ボンさん。どうもしない、どうもしない、もう。大変でした。大変でした。俺、久々にこんなに汗かいたっていう。え、夏だからってことですか？まあまあ、いろいろあってね。いろいろね。いろいろあって、ね。あれか。あれですね。何？セイキンさんからフォローされたのはそんなに嫌だったってことですか？じゃあ、ちょっとこら。セイキンさんにフォロー。セイキンさんにフォローされたのがそんなに不服ですか、ね、死ぬほど嬉しかったわ。死ぬほど嬉しかったわ。すごいことですよ。セイキンさんが認めた日本のトップ5。に入ったわけですから。いや、そこまでは言わないですけど、まあ、トップ5までは言わないけど、うん、まあ、トップ100ぐらいには入った。いやいやいや、トップ100だともっと上位になっちゃってる。トップ100になっちゃってる。いや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 。思いますけどね。いや、びっくり、朝起きて、朝なんか昼起きてびっくりした。セイキンさんって、こう、常に、こう、今後来る YouTuber トップ500をフォロワーに入れてると。なるほど。いう噂なんです。だからもう、ボンさんをフォローするために誰かを、誰かをフォロー。誰か切られてんの？そうよ。もうすべて、日本の YouTuber 全員、セイキンさんが、こう、見定めてるっていう噂ですから。怖え。うん。怖え。もうボンさんは、だから今後来るだろうなっていうのを、ちょっとセイキンさんに目つけられてるわけですよ。あー、なるほどね。まあ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 、関さんもあれですね、さすがというか。いや、よく分かってらっしゃる、分かってらっしゃる。それか、はい、それか、あれでしょうね。あの、ボンさんが少し前に、うん、あの、アイコンを関金さんにのアイコンにしてたじゃないですか。はいはい、してた、してた。あれでもう、逆に目つけられてるからね。目つけられてんのこれ。あ、なんか、あ、全然、こう、絡みないのに、俺いじるんだ、みたいな。いじっちゃうんだっていうフォローか。あ、そっちが、みたいな感じが。悪い意味のフォロー、うん。うんうん。ちょっと監視リストに入ってるのかもしれないですけど、ね。いやいや、まあ、正直、じゃあ、ドズルさんは関根さんは、ね、全然されてないですよ。あ、正直、うん、多分公式マークの力強いわ。もう差が出てきた、ここの。これそうじゃない。ドズボンですらもう、この差が出てきました。うんうん、いやじゃない、これ、この力はやっぱ。いや、マジでね。どうですか、マークがついた生活は。なんかね、やっぱね、ちょっとだけ自信が持てるというか。